土屋圭一、土屋圭一、土屋圭一、1956年1月30日隊は、長野県小さ型軍東部町、現、東美市出身の元レーシングドライバー。血液型 B 型当ドリフト走行を多用するそのドライビングスタイルから、ドリキン、ドリフトキングの略とも呼ばれ、世界的に高い知名度を持つ。愛車は、トヨタ A86 e。 本来の SXR など多数。長野県出身。羽生高等学校卒業。高橋国光の日産。スカイライン 2000GT に憧れて 2000GT を購入。峠道での走り屋として腕を磨き、1977年に富士フレッシュマンレースでレースデビュー。以降倉田自動車とバンド紹介のサポートを受けながら、日産、サニー。 トヨタスターレットを乗り継ぎ、ツーリングカー、いわゆる、箱車でのレースを中心に活動する。横浜タイヤ専属ドライバーとして、1984年の富士フレッシュマンレースでは、アドボンカラーに包まれたトヨタスプリンタートレノで、開幕6連勝を果たしたことで、土屋の名は一躍、モータースポーツの世界に広まり、また当時、アドボンには足を向けて寝られないと言い残すほどであり、 現役末期の2002年まで横浜の開発ドライバーとして活動した。その後全日本ツーリングカー選手権、グループ A には初年度の1985年から参戦。トヨタカローラレビンやホンダシビックを買った後、BMWM3 やフォードシエラのようなトップグルーのマシンで走るようになった。そして、1991年に日産。 スカイライン GT-R がプライベーターチームにも本格導入されるようになると、タイサンから参戦以降はグループ A の表彰大常連となる。1992年からは、タイサンはチーム国光とのジョイントとなり、憧れのドライバーであった高橋国光とのドリキンコンビを結成し、グループ A ラストイヤーとなった1993年に一勝を挙げた。この間、 JSS にも並行して参戦。松田の FC3S 型 RX-7 を借り、ドリフト走行をはじめとするコーナリングで、現在以上の高速コースだった富士スピードウェイにて、ストレート性能に勝る HR31 スカイラインに、真っ向勝負を挑んだ。1989年から1992年には、ドライビングスキルの向上等を目指して全日本解散。 選手権に参戦。しかしツーリングカーほどマシンの過重移動を活かせず、ましてやドリフトなど持っての他というフォーミュラカーでは、ドライビングスタイルの違いに苦しんだこともあって目立った。結果は残せず、最高位は1991年6月の筑波サーキットで記録した2位。参戦中唯一の表彰台。1990年のインター F3 リーグでは、 若き日のミハイル・シューマッハやミカ・ハンネンを見て、どんなに努力してもフォーミュラでは叶わないと悟ったという。その一方で、ドリフト走行に近い状態で走れる、レインコンディションには強さを発揮し、初年度の第4戦仙台ハイランドでは、ポールポジションを獲得している、決勝レースは中止。また、マカオグランプリやインターナショナルサンリーグにも参戦した。その後、 1994年から始まった j g j t c と JTCC に参戦。どちらもアドボンワークスのドライバーとして、j g t c ではポルシェ964やトヨタスープラ、JTCC ではホンダシビックやトヨタチーサなど、様々なマシーンを操りながら参戦した。1994年からルマン24時間レースに参戦して、 1994年から1996年は、高橋国光率,率いるチーム国光から飯田明と共に、ホンダ、NSX GT2 で参戦し、1995年には、GT2 クラス優勝を果たした。1998年には、片山右京、鈴木敏夫らと共に、トヨタ GT1TS020 で、総合9位。 翌年の1999年にも同チームとして参加し、総合2位、クラス優勝の成績を残した。このレースで、ナイトセッションのトップタイムを出し、夜や、レインコンディションに強い峠の走り屋の片鱗を示した。また、GT1 は、電気系のトラブルで、突然ヘッドライトが消えるというトラブルを抱えていたため、ほとんどのスティントを担当した。その後、2000年に、 チーム京都、テレビ朝日のジョイントでパノスロードスターを買って参戦した際には決勝レース中にコース紹介も務めたが、この年をもってルーマンから退いた。1996年から1999年まで日本開催されたナスカーにもすべて参戦。河合和人がエンジニアを務めたり、7度のナスカー、カップ戦チャンピオンであるデイル・アーンハートとバトルを 繰り広げるなど身は多かったが、トップ10フィニッシュには至らなかった。1997年の11位が最高位。2000年に JGTC ではアルタへと移籍。2003年からはブリジストンの開発ドライバーにも抜擢。BS、ブリジストンを履いて戦うということは、表彰台が約束されているということに他、ならないという言葉を残し、早速この年一勝。 翌2001年はオーナードライバーだった鈴木アクリの引退に伴い金石勝共にパートナーが変わるも、この年も一生を挙げ、ランキング2位を獲得した。しかしその後の成績低迷や、それまでの箱からフォーミュラカー仕様のパーツ構成へと変化するなど、高速化を続けるマシンに、自らの体の限界を感じていたこともあり、2003年をもって引退した。 その後2017年にスーパー耐久にホンダシビック TCR で2戦した。現役を退いた翌2004年よりアルタのチーム運営に携わり、2004年は全日本 GT 選手権、現、スーパー T GT GT500、GT300 両クラスのチーム監督、2005年は GT300 クラスのチーム監督を務めた。2006年は当初監督から外れ、 J スポーツのスーパー GT 中継に解説者として登場していたが、セパンインターナショナルサーキットで行われた第4戦以降、再びアルタの監督代行を務めた。2007年以降は、アルタのエグゼクティブアドバイザー職につき、チーム運営や GT300 の監督としての業務を担当している。またアルタやホットバージョンなどでホンダとの関係を深めたこともあり、現在は、 モーデュールの開発ドライバーを務めており、同ブランドのエアロパーツのテスターとしても活躍中。また自身が峠の走り屋出身であった経緯から全日本プロドリフト選手権 D1 グランプリを設立し、現役時代から D1 の審査委員長として活躍し、自らを D1 グランプリのバーニーエクレストと称していた。しかしジャフ公認競技家を推し進めようとする土屋に、 対して、工業面を重視しようとする運営体制との間に深い溝ができ、2010年12月9日、D1 グランプリ運営会社である D1 コーポレーション取締役会にて、稲田大二郎と共に取締役を辞任すると表明。合わせて2011年度の D1 グランプリ審査員を辞退した。その後2011年2月には新たなリフトイベントの運営母体として、 株式会社ドリフトエンタープライズを設立したことを発表。ホットバージョンとの連携により、新イベントの展開を進める針を明らかにし、D1 グランプリの対抗カテゴリーとなる新シリーズ、ドリフトマッスル2018年からは、ドリフトキングダムに会称を立ち上げた。レーシングドライバーの他にも、1987年に創刊されたビデオマガジン、 ベストモータリングのキャスターを務めた後、自身のバックボーンである走り屋向けコンテンツを扱って1991年に派生た、ホットバージョンのメインキャスターとして活動しており、引退後も現在まで続くライフワークとなっている。また、現役当時からラジオパーソナリティとしての活動も行うなど、活躍の場迫、タレント活動をするレーシングドライバーの元祖とも言われている。 2006年9月に日本でロードショーされた映画ワイルドスピード X3 東京ドリフトでは同映画が自身が主催する D1 人気によるドリフトを題材にした映画のためドライバー及びスーパーバイザーとして撮影に参加監督の指示に従ってわざと下手なドリフトをやって乗けるなどしてドリフトシーンの迫力アップに大きく貢献した劇中では 不当フトでのドリフト練習の音だけで、主人公の上達ぶりとハンドリングの是非を、スキール音のみで聞き分ける、ドリフト専任的な釣り人役で、亀尾出演もしている。この件に関しては、広報チューン、ベストモータリングそれぞれの項も参照。1995年に連載が始まった漫画、頭文字 D を、自らのラジオ番組で絶賛したことから、1997年に、 雑誌の対談を経て、作者の主義の周一との進行が始まり、翌1998年から始まったアニメ版、頭文字 D では、バトルシーンにおける監修を務め、登場する車の走行音を自ら運転して、収録するなど、制作で深く関わっている。自らも、第23話で声優として、特別出演したほか、電話を通しての声のみ、同作のドラマ CD、 ドリキン青春グラフティでも、半ばノンフィクションなストーリーで、主人公として出演。若き日野屋役は、上田裕二、現上田裕二氏、アニマックスで、放送の特別編や DVD の特典映像にも、司会者兼解説者として出演している。ちなみに、アニメ版においては、主人公、藤原匠の父、藤原文太の旧友という設定である。出演声優との交流では、 藤原匠役の三木真一郎や竹内五木役の岩田光を高橋良介役の小安武人らと同情走行をしたことがあり、この時にもともと車酔いを起こしやすい体質の小安は運転の凄に悶絶したと言われている。また、藤原文太役の石塚雲章と慶一文太としてユニットを組み、86という題名の戦術のドラマ CD のイメージソングを歌っている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。